せーの、白金を探せプロジェクト。イエーイ。はい、皆さんこんにちは。笠巻まつり女役の富田美優です。はい、皆さんこんにちは。かなです役の一ノ瀬かなです。はい、本日はタイトル通り、はい、白金を探すプロジェクトということで、はい、来ましたよ。今日は猫カフェモカさんにやってまいりました、はい、やったー。嬉しい。今日はなんでここの猫カフェに来たんですか、ね。はい、いや、ここ私も通りかかったことあるんですけど、はい、このね、看板の猫ちゃんが白金そっくりで、そう、まんまですね。白いし、うん、丸っこいし、源田さんもですね。源田さんの声がしそうな この細めの瞳ねえねえねえちょっとなんか貫禄あるそう、お仕事なのかっていうぐらい普通に遊びに来ちゃう感じなんですけど、なんかさっき聞いたよ、楽しみみたいな猫に会えるって言って、そう、だから今日はね、2人で白金探しつつ、はい、楽しんでいきたいと思います。はい、じゃあ早速行ってみましょう。はい、ゴー。イエイイエイイエイにゃんこの匂いがする。あ、本当？これにゃんこの匂いなんだ。にゃんこの匂いする。うわあすごーい。広いね。かわいい。かなり広かった。あ、みんな？みんな後ろにいる。おいで。おいで。こっち見てる。かわいい。なんていうの？なんでみんなこっちいんの？ね、すごいこっちに溜まってる。さっきからずっとそこにいるね。ね。あら。触っていいですか？ガリガリしてんの？ガリガリ。ガリガリしてる。ダメよ、そこガリガリしちゃう。かわいい。あと向こうにね、ひなたぼっこしてる子がいて。ぼっこしてんの？かっこいい。あ、嫌って。逃げちゃった。嫌だって。嫌だって。嫌だ、寂しい。みんな寄ってったら避けられちゃう。ね。これはなんか、おやつ与えないと。こんにちは。嫌われてる、ね、猫から全然モテないんだけど我々。漫画いっぱい置いてある。あ、漫画果たしてあなたのあるのか。これ置いてなかったらちゃんと布教しないと、ね、そうだよ、置いて帰らないと。結構ジャンプ、あ、本当だ、ジャンプはいっぱい並んでるけど、ある、あるか、え、なさそうです待ってたね、ご飯ね。あら、かわいいね。喋ってる。いっぱい食べてね。ご飯だよ。取り合いにならないのがすごいです ね、 ね、うん、えらい。かわいい。このみんな同じ方向を向いて食べてるのかわいい。ポロって落としたの？はいかなちゃんがお母さんになってる一回だけ来たことあります。でも昔に。どうだった？でもなんかやっぱ全然寄ってきてくれなくて本当にアイス持ってやっとそうだよね、おやつあげてそうそう、やっと猫に遊んでもらえた。そうそう、自分から行き過ぎないことですかね。やっぱりそうなんだ。撮影向きだとやっぱおやついざ二刀流で行くわ。なるほどね、そんなことができるのねおいで。かっこいいね、顔。みんな見向きもしないぞ。そうない？猫じゃらしどう？モテず眠たいの眠そうおーい、どう？全然モテないんですけど。嘘でしょ？何見てんの？どこ行くの？猫のハートを掴んでこそ払いにみたいなとこありますからね。猫アイス欲しい。猫アイスやってみますか。多分今これ食べてる子ならまだいけそう。なんかこの顔、猫
っちゃ白金っぽくないですか。おいしい。一緒に写真撮りませんか。自然光が可愛く映るんですよ。